あえいかんは俺に輝く。皆さんどうもピーマンドゥイス。今回の栄冠9実況から2004年愛媛での夏の大会が幕を開けますよい。そして今年で栄冠9はプレイ年数11年目を迎えることになりますので、11回目の夏にもなるわけだ。まだかつて、一度も甲子園には出場したことのないピーマン高校だが、今年は出場なるか、いけるでしょう。なぜならうちにはこのダルビッシュ有がいてくれてますからね。3年生にもなり、ステータスは605まで育成することができましたので、もうこれだけ強い選手がいて負けるなんて本当にありえないことで、それがもしあったらもう俺このモードやめるってとこまで行くと思う。マジな話、この投手がいるんだからね、もう大丈夫だと思いますし、まあこの投手だけではなくてキャッチャーで見ていくと津田くんがキャッチャーへの特殊能力を持ってますからね。このバッテリーが打たれると思う？思わない思わない。メジャーでももうワールドシリーズでもめちゃくちゃいい好投をしてチームを勝たせるバッテリーだと思いますのでね。でまた性格打ち気の選手っていうのも3年生にちらほらいますので、魔物戦法も使えるわけ。もう勝つための条件は全部この、11年目の夏に用意しましたので、あとは試合で結果を残すだけ、それだけ。初戦の戦いだ。何にも苦がなく簡単に楽々に、なんだコールドで早い段階でコールド決めてね、体力を消耗しないようにしていくことが目的ですね。この初戦はプレイヤーのやるべきことなんて何もない。試合を眺めるだけだ。総合戦力は D。 まあうちはこれでも C ランクですからね、あまり D ランクをバカにできるほどではないですけど、初回からのこのチャンス、もう魔物使えますよ、使えます。いきなりグロいことになるんでね、やめておきましょう。もうね、指示出すことありません。選手はお任せしましょう。信頼度も高いですからね。ここは強い相手になったら、それはね、私ピーマンがプレイヤーとして選手たちを導こうとは思いますけども、このままに必要ないでしょ。選手に任せりゃ点は入るんだからね。あれでも意外にここまでゼロできたぞ。大丈夫ですか？魔物を使うまでもないチームですから、ここでも使えませんよ。はい、お任せで。はい、来たー。村上の打球はそのままイッツゴン。お前すごい弾道だな。ラビットボール時代のお前カブレラみたいなホームランだったよね。まああれは逆方向でしたけどね、矢のような。本来ホームランにならないとこだけどね、まあ、これがなるんです。フェンスが極端に狭いからね。あ、まあ当然です、何にも驚きがない。ほんでまたダルビッシュも相手をゼロで抑えてる。何にも驚きがない。もう当たり前の話ですよ。眺めるだけだ今日の試合は。まあ、もうここでちょっとコールド決めてほしいけどね。ダルビッシュの体力的なことを考えれば、まあ、全然スタミナも多いですからね、問題もないよ。15回まで投げれるスタミナありますから、なんならワールドシリーズの18回までやったっていいやね、こちらとしてはね。これはどうだ、内野安打ないか。もう少し走力上げておけばよかったな。そしたらあるんだけどね。で米山くんも、はい、お任せで。自分で考えて、自分でバット振って、そして自分で結果を残しなしゃーい。こっちが何かを言う必要はない。第3球を投げました。低め際どいボール。フルスイングでね、またホームラン打ってほしいんですけどね。いかないってなかなかホームランが出ませんけどね。ただ打てる能力はあるよ。ツバコンと矢のような、カブレラのような、いつゴンヌよろしく。第6球はどうだ。いやー、ファールゾーンに飛んでいくか。スタンドに入りました。次はフェアゾーンへ。おっとどうだ、これもファールゾーン。同じとこに、そこに彼女でもおんのか、ボール届けたいんかっていうくらいね、同じとこ飛ばしてるけど。ランナーは三塁に進塁で笠原、まあ、これ2年生の選手ですけど、一応ね、この選手も打ち気ですから、だから3年に打ち気がね5人くらいいるんで、2年生含めると7人くらいいるかな。2年1年含めるとね、1年はまあ魔物の効果はね出てきませんから、2年からなんですよね魔物はね。まあ、たまやチャンス。ダルビッシュ、このダルビッシュね、やばいからね、ホームラン打ってるから。いや、ここはもう強心対応で、お任せでいきましょうよ。あるよ、ダルビッシュのホームラン。それ、これ、2本ともグランドスラムだからね。1本は公式戦で放ったやつ、もう1本は練習試合で打ったやつなのでね、この実況動画では残ってないんですけども。ただ、すごかったよ。バッターとして誰よりも打つからね。ここも、ああちょっと惜しかったな今のはね、頭ふわりと超えてほしかったね。まあでもこのダルビッシュのパワーにも今大会は注目ですね。
野手の方では全然育ててないんですけどね。ただなんか投手もそうですけど野手としての活躍っていうのも光りますから、まああれだけの筋肉を持った選手ですから驚きではないかな。おいで足も速いから一気にホームイン、いいね。機動力を生かせるチームにするとこういうところで点を取れる。今までの俺の栄冠ナインは機動力をあまり生かさなかったチームだったね。こういう場面であまり点取れなかったんですね。ただ今年はもう守備もねそこそこあって走力もあって打力もあるっていうチームもできてるんで、本当にダルビッシュいなくても勝てるくらいのチームですよ。それくらい強い。何度も言う俺たちは強いんだ、こんな弱者に負けるわけねえだろって。今日は全部チャンスだよ。こんな栄冠ナインプレーするのもちょっと初めてかもしれないね。やっぱ1年生2年生のダルビッシュの時はねピンチは結構作ってましたから。ただもうこれだけの能力になるとこれな弱者には捕まらないんだね。野球というスポーツがなんか成立してないような気がするな。攻防になってないもんね。こう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 だもんね。はい、で高く上がった打球は P1 高校1試合2本目。まあ球場が狭いということもあるんですが、この笠原パワーヒッターとして育ててますからね。自慢のパワーを発揮してのここでのホームラン、あと1点入ればコールドになるかな。はい、残念、次のバッターは打てず。まだコールドじゃないですからね。8回の攻撃の、あ、これちょっと8回からもしかしたらコールドになったりする可能性もあるのか、ちょっと弱から、うん。天聖プロの小島ですね。この選手ショートで使ってますから、オリックスの小島。能力もそこそこに上がってきたしね。打つ方も意外にも活躍してくれますから、3割6分。まあ、ちょっともう展開も展開ですし、早送りで見ていきましょうかね。うん、おい、その小島か？オーマイガー、ノーパワーの小島のはずなんだけどね。ピーマン高校1試合3本のホームランで、はい、これでコールドに必要な得点を取ることができました。もう間違いなくこのランコールドは決まりますね。マジかよ、パワーの部分は期待してなかったけどね、ここで打つんかい。いやいや、やっぱ天性プロなだけありますよ。うん、やっぱ他とは違うね、プロ野球選手になるような人間は。まだ来るっていうね、もうエネルギーは蓄えておけよお前。限りはあるからな、使いすぎるなよ。ここが本番じゃないからね、こんな練習試合よりも練習だよ。おう、それくらいの気持ちで臨んでますから。魔物を使っときゃもう初回にコールド決めれた可能性もあったんだけどね。まだ打つんだね、もうちょっと手抜けってお前ら。お任せでしてるからねこっちは。ちょっと空気読んでほしいわ。観客がしらけてるの気づかへんのんかも。相手チームのねファンもたくさん来てるでしょ。ボコボコだ。いや、選手一人一人には彼女がいるかもしれないので、その彼女が見に来てるかもしれないのに、彼氏目の前でボコボコにされてますけどね。まあこれがこの世の中だよ。弱者はいじめられ、強者は笑うんだ。どこでも同じ、日本でもアメリカでもいろんな国でもね。 1,2,3 で取ってますね。なんか街道的な野球してない、遊んでるよねもはやね。はい、もう最終回ダルビッシュで抑えるだけですから、ここもちょっともう早送りで、今日初めてダルビッシュに注目することになりますね。はい、簡単に1つ取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。驚きはないな。で、今泉君ピッチャーに対しての代打はないんだね。残念、代打を送らないからこういうことになるんだよ。思い出出場させてやれよ3年生の選手にね。今2年のピッチャーでしたからね、3年の代打おらへんのんか。はい、最後もよろしく。圧倒的な力の違いが出すぎてるわ。お、嘘でしょ。うわー、あわやホームラン。まあまあいいけどね、別にこの点差から。まあ、意外になんかダルビッシュってあと一つのところからね、なんかグダグダゴダゴダするような気がする。ちょっとね、ああもうこれで終わったわ、一瞬で終了ですね。まあ、結果勝つのはこっちなんですけどね。所詮当たり前のように勝っただけですから、はい、喜んじゃダメです。笑うな笑うな、笑ったやつ後でビンタな。勝って当たり前なんだからね。笑いなんて意味なんてこの現場にいらねえんだよ。泣きそうな顔しとけお前らがね、相手に同情してね。
心優しいチームを演出しとけバカ野郎、笑うんじゃねえ弱者をいじめて腹立つわ。俺は普段弱者側の人間ですからね、あの笑顔にイラッときたよ。まあ当然の決着ですね。まあ何よりも驚いたのはあの天性プロの小島にホームランが生まれたこと。これね、高校に入ってきてから初本塁打ですからね、期待はしてなかったんだが4打数2安打でバッターとしての活躍が光りましたね。でダルビッシュも2安打打ってますからね。これ角田だけ打ててないので、角田以下の選手みんな打ってますからね、スタメン全員安打もありえたんですけどね。あ、ダルビッシュ圧巻のピッチングです。もう本当にピンチがまず一度もなかったですから、これをあと10回くらい続けて甲子園優勝行こうや。まずは初戦突破。そうだ、次もあるから次も頑張る。